三部会。三部会は、通常は、全国三部会、エタ、ジェネローサ氏。これは、フランス国内の三つの身分の代表者が、重要議題を議論する場として、中世から近世にかけて存在した、身分正義会のことである。他にも、地方三部会、州三部会、エタプロバンシ所もあった。全国三部会は、全三身分会議とも日本語訳される。以下、単に、 三部会という。三部会は、オランダのスター・テン・ヘネラール、イングランド議会、スコットランド議会、スペインのコルテス、神聖ローマ帝国の帝国議会、そしてドイツ諸行の議会、ランドタグなど、ヨーロッパ国の機関と同質のものである。1三百二年、フランス王フィリップ四世が、ローマ教皇ボニファティウス八世と争った際に、アナーニ事件参照、大側が、 国民の支持を得るために、パリのノートロダム大聖堂に、各身分の代表を招集しのが最初とされる。三つの身分は、それぞれ、第一身分である聖職者、第二身分である貴族、そして第三身分である平民で構成される。身分ごとに、各一票の議決権を有していた。王国の様々な問題について議論が行われたが、主たる議題は、課税に関するものであった。 15世紀以降、絶対王政が確立され始めると三部会の意義が薄れ、1614年以降は招集されなかった一部の地方では地方三部会が残っていた。ルイ16世の時代になるとフランスは財政破綻に瀕し、特権階級への課税を図るが、パリ高等法院の抵抗に遭い、彼らの要求する三部会の招集を認めた。 1789年5月5日、約170年ぶりに全国三部会が開催された。だが、議決形式をめぐって三部会はすぐに行き詰まり、事態が紛糾する中で、第三身分が中心となった国民議会に変革し、ついにフランス革命を誘引した。このため、1789年が最後の三部会となった。1302年。 フランス王権の拡大は、生族封建領主と特権諸都市の代表、事実上の封建領主からなる大会議の開催につながった。この期間には、先例があり、特権都市の代表はしばしば会議を持っており、そしてフィリップ三世の時代に貴族と聖職者の会議があり、二つの身分は別個に審議を行っていた。フィリップ四世は、 教皇ボニファテウス8世との紛争、アナーニ事件三章に際し、国内の支持を取り付けるべく1302年4月10日に、パリのノートルダム大聖堂で三身分合同会議を開催した。これが三部会の始まりとされている。国王に加えて、最高国務会議も、この会議を望み、彼は三身分、聖職者、貴族、平民から、この重大な危機に関する助言を受けた。 1302年三部会の公開場、招集場は M. ジョルジュピコのコレクションドキュメンツ、イーネディ・ポワー・サービア・エル・イストワールでフランスに収録されている。同じ地世紀にその後も、幾度か、テンプル騎士団廃止問題の審議や特別補助金、サブサイドを承認して国王に援助を与える三部会が開催されている。特別補助金は三部会開催の最も頻繁な動機となった。 1337年に百年戦争が勃発するとフィリップ6世とジャン2世がたびたび三部会を招集して戦費のための特別補助金を受けている。1356年のポワティエの戦いでジャン2世がイングランドの捕虜になと王太子シャルルは対応策として三部会を招集した。この三部会でパリ承人党パリ市長エティエンヌ・マルセルが議会制政治の雛形的な 古文会議による統治を要求して紛糾し、パリで反乱が発生した。王大使は、パリを脱出し、マルセルに対抗する別の三部会を召集して、指示を取り付け反乱を鎮圧している。百年戦争の危機は三部会を利し、三部会は、投票だけでなく、代表を通じて、税の管轄権と管理運営を支配した。シャルル七世の治世前半には三部会はほぼ毎年、 招集され、特別補助金の投票を忠実に行った。だが、戦争が終わると三部会は疲弊と平和への渇望のために最も重要な権利である財政に関する権限を放棄してしまった。ルイ11世の死後に開催された1484年三部会では、三身分の代表たちは、課税を定期的に認可する権利を取り戻すことを望み、一致して努力した。 彼らは、対育税の総額を減らすとともに2年だけの採決した。彼らは2年間の期限が切れる前に再び三部会を開催することを国王に要求し、確約を得ることさえした。だが、約束は守られず、1560年まで三部会が開催された記録はない。そのため、以後76年間の空白期ができることになり、この間、歴代国王は、あらゆる手段を使って、 王権の拡大を行っている。この空白期間には、名簿家たちを専門家として招集した名士会が三部会に代わる、庶民文の代表としての役割を果たしている。三部会は、王家の資金の欠乏と、カトリックとプロテスタント、ユグノとの対立により16世紀後半に、復活した、ン里二世の崩御後に実権を握った母校。 カトリーヌ・ド・メディシスは1560年にオレアン三部会を招集して、摂政指名を受けるとともに、宗教融和策を図った。翌1561年には、ポワシーとポントワーズでの三部会が招集され、聖職者層に圧力をかけて、財政負担を了承させることになしたが、ポワシー協定、カトリックのプロテスタントとの会談は、失敗に終わった、ポワシー会談。 ユグノー戦争中に、アンリ三世によって召集された1576年のブロワ三部会では、国王はカトリック同盟の要求を受け入れユグノーとの和平協定を破棄している。カトリック同盟の圧力が増す中で開催された1588年のブロワ三部会は、アンリ三世による同盟主領、ギーズ公、アンリの暗殺というクーデターに終わった。アンリ三世が暗殺され、 プロテスタントのアンリ四世が即位すると彼に敵対するカトリック同盟が1593年にパリで三部会が召集しカトリック教徒の国王の選出を試みたが成功しなかった同盟三部会エイタデラリーグ1614年アンリ四世の死に続いて政治的な混乱が起きコンデコーの要求により摂政マリードメディシスは パリで再び三部会を招集した。議事録では、高貴な愛国心が、記録者から称賛されていたものの、三身分の意見の衝突が彼らを弱め、結局、三部会は仕事を終えることなく閉会している。以後1789年まで、再び招集されることはなかった。この後、ブルジョア出身の報復貴族からなる高等法院が、王権への諮問機関そして、 もっぱら貴族特権の要望のためだが進展する絶対王権に対する抵抗勢力としての役割を果たしている。ルイ14世の成人の際に新たな三部会の召集が発表され、公会場が各選挙区へ配布されたが、結局三部会が開かれることはなかった。絶対王政が明確に確立するとともに三部会の機能とは両立し得ないことが明白になった。 ブルゴーニュ公、ルイ、ルイ十四世の孫で王太子の側近だった自由主義者たちは将来のブルゴーニュ公の即に際して三部会の再会を準備していた。三モ門公とフランソワ・フェノロンがこの計画を立てていたが、フェノロンは選挙によらない貴族による会議を優先していた。ブルゴーニュ公は創生し、ルイ十四世の崩御後に幼いルイ十五世が即位し、三モ門公は セッショのウルレアン号フィリップ二世に徴用されたものの、三部会が招集されることはなかった。フランス革命の時、第一身分は十万人のカトリック聖職者で、彼らはフランス全土のこの十パーセントの土地を所有しており、一人当たり所有率としては全身分の中で最も高かった。さらに第一身分の財産は免税されていた。第二身分は貴族で、 子供や夫人を含んだ人口は四十万人だった。千七百十五年のレイ十四世の放御後、貴族は権力の回復を共有していた。彼らは高位官職や高位生殖、軍会議そしてその他の公共及び反官反民の特権を独占していた。法権的監修により彼らも第一身分と同じく免税されていた。第三身分は二千五百万人で、ブルジョは 農民その他のフランス国民からなっていた。第一、第二身分と異なり、第三身分は、納税を強いられていたが、ブルジョアは何らかの手段でこれを逃れていた。フランス政府財政の主には、農民や都市労働者といった、貧しい人々に課せられていた。第三身分からは、上位身分に対する敵意が向けられていた。ルイ十六世の時代になるとフランスは深刻な、 財政危機に陥り、政府は、この打開策として、免税特権を有する身分からの課税を図った。だが、貴族特権を擁護する、パリ高等法院はこれに抵抗し、1787年、パリ高等法院は、土地税、印紙税といった、新たな課税の登記を拒否し、納税者の代表の同意が必要であると宣言して三部会を要求た。1787年に、 フェヌロンが望んでいた名士会が開かれたが名士会もまた新税を拒否した。1789年に三部会の招集が行われた。1614年の形式に従い三部会の各身分の定員は同数とされていた。第三身分は定員の倍増を要求し、これは地方三部会では実現していた。最終的に受け入れられた。五月五日に ベルサイユで三部会が開催されると、定員の倍増はごまかしに過ぎないことが明らかになった。投票は、各、身分ごとに行われ、第三身分の578人の代表は、他の身分と同じ重みしかないことを意味していた。課税問題のみに集中させようとする国王の努力は、完敗した。三部会はすぐに行き詰まり、財政問題よりも三部会自体の議決形式を、 めぐって紛糾した。会議は、こ着状態に陥り、6月12日、第3身分代表として参部会に出席した。聖職者の安倍 CAS は、別個に審議を行っていた他の2身分にも、第3身分への参加を呼びかけた。第3身分は6月17日にプロセスを完了して、より過激な施策を採決し、自ら、第3身分ではなく、 人民のための国民議会を宣言した。国民議会は他の身分にも参加を呼びかけたが、彼らの参加の遺憾に関わらず、国政を担う意図を明らかにしていた。国王ルイ十六世は抵抗を試みた。国王が会議場サーラデスエイタを閉鎖すると、国民議会は近くにある球技場に移って、議論を行い、球技場の誓いに至った1789年6月20日。 ここで彼らは憲法を制定するまで解散しないことに同意した。ほどなく聖職者の代表の大多数と47人の貴族がこれに参加した。6月27日、国王はこれに駆使して第一身分と第二身分へ、第三身分への合流指示したが、多数の軍隊がパリとベルサイユ周辺に集結していた。パリやその他の都市から国民議会を支持するメッセージが押し寄せた。 7月9日、国民議会は自ら憲法制定国民議会に再編した。いくつかの文献では三部会は21回開催されたとされるが、現状では招集された、正確な回数は不明である。三部会の構成と勢力は常に同じであった。三部会は常に第一身分、聖職者、第二身分、貴族、第三身分、平民の代表を含み、 国王は彼らから特別補助金の承認、または助言を得るための会議招集した。会議の構成と勢力は時代により様々であった。14世紀から15世紀前半の初期の三部会では選挙の要素は限られたものだった。三部会を構成する世俗封権領主と聖職者、司教と高位聖職者たちは彼らの同身分から、 選挙されたのではなく、国王によって、直接選ばれ招集されている。しかしながら、聖職者身分の中のある、特定の教会組織、例えば修道院と司教座制道三次会も同じく三部会に呼び寄せられ、そしてこれらの団体は、肉体的なものではなく、精神的な存在であったので、個人として出席することはできず、代表者は、女子修道会。 または大聖堂三次会のリーツ州次祭の修道士によって選ばれねばならかった。第三身分の代表だけが選挙によって選出されていた。それ以上にもともと公会上はすべての身分の代表を求めてはいなかった。招集されたのは特権を与えられた有料都市だけであった。彼らは大訴えし、プロッケリーヤーズ、しばしば自治都市の役人たちから選出された代表であったが、 この目的のための代表が選ばれることもしばしばあった。農村地区、プラット・ペイズは代表されなかった。有料都市の中でさえ参政権は限られたものだった。参部会が実際に全部の参身分の選挙による代表で構成される期間となったのは16世紀後半の30年間のことであった。これは様々な理由による一方で招集された貴族や 聖職者たちが会議に出席しない傾向が常にあり、彼らは参加権を付与された大祖人、プロカーを代表としており、そしてしばしば同じ地域の領主や聖職者たちは同大祖人を彼らの代表としていた。もう一方で、この時代になると国王はすべての身分、特に第三身分全体の意思と感情を本当に表明する代表の同意を得る必要を感じていたと見られている。 1484年の三部会の公会上は、聖職者、貴族そして第三身分を招集し、彼らは、バイサイバンク、大韓管轄地域、バイアージュ、または、セネシャルサイバンク、セナコスの主要都市で会合を持ち代表を選挙した。1468年には、これの中間的な形態が行われており、高位聖職者と領主は個人を招集していたが、都市では、 聖職者と貴族そして市民は代表を選挙していた。第一身分は司教が、第三身分はバイザイバンクの代官が選出されることが多かった。1484年の三部会では三身分すべてのための普遍的かつ直接的な賛成権があった。だが、農村地区の平民、ロートゥーリーズは事実上この権限を利用することはできず、そのため、 農村地域と小都市は選挙人会議で彼らの代表を自発的に選んでいた。このようにして間接選挙制度が第三身分のために生じて監修化し、その後も続けて利用されるようになった。しばしば二段階以上の賛成権が存在した。農村地域で任命された選挙人と隣接する小都市で選ばれた選挙人とがバイサイバンクでの選挙人集会に集まって、 第三身分代表を選んだ。最終的にこれが制度化された。聖職者と貴族の参政権は直接性であったが、外して聖職者では、聖職録を有する者、領主では、霊園、放置を持つ者が、バイイ判区の選挙集会への参加を認められた。三部会が一つもしくは三つの議会で作業を行っていたかどうかは、組織構造の観点からは定まっていない。 国王が求めることは、王国の三身分からの同意であり、実際問題、国王にとっては、その表明が合同でも個別でも重要ではなかった。1484年三部会では選挙は三、身分合同で行われ、代表たちの決議も合同で出された。しかし、1560年以降の規則では、各身分は別個に審議することになり、 フランス革命が起きた1789年6月23日の直例では3つの議会で構成することが明示された。一方で1789年の召集を決めたネッケルの国務会議、コンセイユジュロアへの報告書では共通の利害に関わる案件については、もしも3身分が個別投票で賛成し、そして国王の同意を得られれば3身分の代表は共同で審議ができた。 三部会の作業は、部会の審議によるほとんど排他的な制度となっていた。国王が臨席する荘厳な全体集会、セインジスロイルズがあるが、この場では審議は行われない。最初に国王もしくは最小が会議の目的を宣言し、国王からの要求や案件が述べられ、その他の新人会議では、それぞれの身分から選出された演説者、オーラターによって、回答と見解が述べられる。 実行的な作業は、委員会、セクションスでなされ、ここでは、各身分の代表は分けられていた。1484年三部会では、当時の総長税区、ジェネラリテに応じた6委員会、ネーションズ、または、セクテンズに分けられていた。その後、同じ身分部会、グーベルナマンに属する、代表たちは審議と採決のための党派、ビューロを形成した。 若干の案件に関しては、総会で審議して採決し、しばしば各身分は各々同数の委員を任命した。だが、三部会においては、個人票はなかった。三身分は、倍裁判区クまたは、セネシャル裁判区クが単位となり、各、倍裁判区クごとに一票となり、倍裁判区クの多数派の意見が賛否を決めた。16世紀の三部会では投票は身分ごとに行われ、 各身分が一票を有し、各身分を構成する、バイ,イサイバンクの多数派がその賛否を決めた。これは、圧倒的な人口を占める、第三身分、平民が案件に反対しても、第一身分、聖職者と、第二身分、貴族が賛成すれば可決することを意味し、1789年の三部会では、この方式をめぐって紛糾してる。 各身分の選挙人集会で選挙人は、請願陳情書、会へで同ン案説を作成し、代表に提出を依頼する。これが選挙の最も重要な側面にさえなっていた。各場合裁判区の代表は、この請願陳情書を一時及び二次選挙人が、作成したその他の陳情書と共に三部会へ持ち込む。身分集会では、各場合裁判区の陳情書は、 各身分の陳情書に盛り込まれて、統一上書、会へジェネラルとなり、国王に提出され、森林会議で回答される。1484年三部会のように三身分が、共同で審議した場合は統一陳情書は一通になり、別個に審議した場合は、各身分ごとの三通となる。この合同陳情書の作成が三部会の主な仕事、ルグランド構図となる。 この方法によって三部会は、おびただしい王令のための資料を供給したが、国王は常に陳情書に含まれる提案を採用するわけではなく、そしてしばしば王令へ組み込む際に修正がなされた。これらの文書が、修正王令、オーデネンセスでレフォームで、陳情書の要求に応じた最も多岐にわたる案件を扱っていた。しかしながら、これらは多くの場合、遵守されなかった。 この種の最後の王霊が1614年三部会の陳情書を取り入れ、またその後の様々な集会を開案した1629年の大王霊グランデオルドナンスである。三部会の実際の権限は時代によって様々である。14世紀のそれは相当に大きかった。理論上、国王は全国的な課税を行うことができなかった。 王領に属する州であっても国王は住民に対する上級裁判権、王とジャスティスを有する場所でしか課税できず、上級裁判権を有する領主の領地には課税できなかった。特権都市は一般に自ら調税する権利を有していた。普遍的な課税を行うために国王は生俗諸侯と諸都市の同意を得なければならず、これがごく短い期間、一時的に 特別補助金を認める三部会の同意を得ることと同様になった。その結果、三部会はしばしば召集され、彼らの国王に対する権限は非常に大きなものになった。だが、14世紀後半になると、特定の大勢は王国全土に課税されるようになり、向上的かつ三身分の投票から独立したものになる傾向があった。これは、 様々な要因によるものだが、一つ重要なことは、国王が、封建的上納金の性格を、自らの権威による権利としての普遍的な課税へと変えようとする努力であった。これは、両主が、家臣に封建的援助、エイドを求めることができる、君主の長男が成人するとき、君主の長女が嫁入りするとき、君主が十字軍に出発するとき、君主が捕虜になったとき、 類級世以降の4つの事例で援助を求めることができるとされた。のと同様なことであった。例えば、三部会の投票なしに行われた、ジャンニ世の身の白金のための20年間にたる課税は、この方法によるものである。もっとも、この期間も会合は幾度か開かれてはいたが、慣習がこの傾向を限定していた。そのため、十五世紀後半の期間、対油税、対、 間接税、そして、円税、ゴベルといった主要な税は、国王の利益のために向上化したものとなり、時には1437年の間接税の場合の、ように三部会の同意を正式に得ることもあった。理論上は三部会は、助言を与える諮問機能しかなかった。三部会は、特別補助金に同意を与える権限があり、これが招集の主な動機であった。だが、 恒常的課税が確立するにつれ国王はこれを不要とするようになった。16世紀になると三味分は新たな課税には彼らの同意が必要であると再び主張するようになり、当時の情勢は彼らに有利かに見られていたが、17世紀に入ると国王は自らの権威で課税が可能であるとの原則が認められるようになった。これにより、17世紀後半から18世紀には、 人頭税、十分の一税、ディーゼジャム、二十分の一税、ビングティムといった直接税、そして多くの間接税が設けられた。これは、祖税員、クールデスズと高等法院、パーラモンで登記されることにより発行した。三部会は、立法権限を有さず、これは国王のみに属するものだった。1576年のブロは三部会は三。 身分によって採決された提案は必ず法令化するよう要求したが、案理賛成は聞き入れなかった。しかしながら、実際には三部会は立法に大いに寄与している。三部会に出席した者は国王に対して、不服申し立て、道理暗説や請願をする権利を有していた。彼らは、通常、王令、オルドナンスによって回答を受け、 我々はこれを通じて14世紀から15世紀の三部会の活動を知ることができる。三部会は認められた特殊な権力を有してはいたが、頻繁に実行される種類のものではなく、それは改正権と呼ぶべきものであった。古くからのフランスの一般法は、王国基本法、ロース・フォンダメンタルズ・ジュロヤ・ウメと呼ばれる数多くの規則を含んでおり、それらのほとんどは純粋な慣習であった。 これらの主なものは、王位継承決定の規則と、王領不荷、譲るの原則である。これは王権に優越しており、国王は廃止、改正、または廃藩をすることができなかった。だが、三部会の同意を受ければ匿名が与えられ、国王はこれらを行うこともできた。三部会は、国王の同意のもとに、新たな基本法を制定することさえもできた。 1576年と1588年のブロア三部会はこの面での完全に説得力のある洗礼を提供した。遊具家庭の血筋が途絶えた場合には三部会が新たな国王を選ぶ機能を果たすことが広く認められた。地方三部会、エイタプロビンショウは地方の公領、白領が王権に組み込まれた際に 地方の監修や法令そして身分正義会の存続が認められて14世紀に成立した。ラングドック、ノルマンディー、ブルゴーニュ、ブルターニュ、プロバンス、ドーフィネなどが協力で、ピレネー渓谷の十数の小さな州も地方三部会を有していた。これらの州をペーデダと呼び、このうちラングドック三部会は最も広い領域を管轄し、独自に大勢を配分。 徴収する特権を有していた地方三部会は国王によって招集され、国王の特任官や州総督が司会して、租税の評決や減額交渉を行い、大勢の徴収に当たった。また、地方監修法の編纂に関する諮問的機能も有していた。16世紀には王国の三分の一の地域に存続していたが、 王権の進展とともに税制が統一されて、地方三部会は役割を失い徐々に消滅していった。リシュリュー最小の時代に大法官、ミシェルド・マリアックらが、地方特権の排除に動き、ドフィネとプロバンスの三部会が事実上消滅した。ルイ十四世の時代には、その他の地方の三部会の権限が弱められた。地方三部会は衰退してはいたが、ラングドック、ブルゴーニュ、 ウルターニュなどでは1789年の時点まで存続していた。フランス革命直前期の財務総監ブリエンヌは、平民の力を利用して、免税特権に固執して、新税の導入に抵抗する聖職者、貴族階層に圧力をかけるべく、各地の地方三部会を復活させている。新しい三部会は、第三身分の定数を倍増させ、採決も身分別に一票ではなく、 個人票にするなど進歩的なものだった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。